ごめんなさい。働き罰してんの？お前が俺の後任か。世界ナンバーワンメガヒット。穏やかに暮らしていた養蜂家、しかし恩人の死をきっかけに彼は立ち上がる。法律が役に立たない時が俺の出番だ。この男、切れたら終わり。養蜂家よくないわね。養蜂家が殺すと言ったんなら死ぬ。ついに国家も動き出す。最優先事項だよ。ジェイソン・ステイサム史上最強痛快リベンジアクション、ビーキーパー。